はい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 。全国、全国、子育てと犬とカメラな皆さん、割と限られている。はい、今日はフル装備な女子をお招きしたぜ。はい、子育てと犬とカメラをフル装備。どんな人でしょう。はい、4月の27日、から24時間オンエア中の南房総オンデライン、パーソナリティのシャピーです。お願いします。はい、今週の収録場所も、もう毎度おなじみとなっておりますが、立山二中前にあるシェアスペース R&A からお送りするぜ。はい、今日は隣でブロック塀を積んでいます。はい、そんな、シェアスペース R&A からお送りしております。今週のゲストは、アワボーンネット共同代表での、渡辺ひろこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしまーす。ね、っていうのはね、まあいろんなことが当てはまるのであえて言わないんですけれども、今日は子育てと犬とカメラということでね、今日は犬いませんけどね。はい、はるばると、キャナンの方から来ていただきました。これから話を進めてまいりますけどもね、今日のキーワードは、まあね、子育てという部分で言いますと、このアワボーンネットでございますね。あと犬、ワンちゃんの、まあ名前は後で言いますけどね、ワンちゃんの話、あとカメラ、結構インターネットでカメラバシバシ写真載せてますけども、その話をお伺いしたいと思いますけども、ひろこさん、はい、地元出身、はい、地元南房総広いですが、はいはい、どちらの方に、はい、巨南ですね。唯一の阿波郡巨南になります。ほんとさ、あれなんですよね、巨南の人ってすげーなんかそこになんつーのかななんつうのかな、そうすっげえインスパイアじゃないけど、なんかすごいこうこだわってますよね。そう、なんかやっぱ取り残された感はすごいあるんですけどなんかね、南房総にもう入れてもらえないんですよね、巨南ね。南房総地域に入れてもらえない、うん、まあ、いそんなことないでしょ、南房総三市一町って言うじゃないですか。そう、でも南、やっぱり南房総市の友達とかだと、もう阿波郡はなんか仲間じゃない感じなの阿波郡は、阿波郡寂しいですよね。確かにね、あのいすみっていうと、ほら本宿はいすみ郡なんですよ。そうするとなんか、すごいなんか独立して頑張ってる感じ。そうだね。でもいすみは素敵なイメージが今ついてますもんね。いや、巨南もほらいろんな、あの面白そうなことやってるんじゃないですか。ちょっとそうですね、今ちょっと頑張ってる、ね、頑張ってる感じですね。スポーツとかね、そうですね、やってますけど、はい、そんな地元、巨南出身のひろこさんですけどね、まあそんだけもうご当地自慢してもらっちゃった中でなんなんですけども、はい、巨南ってほらノコギリの南と書くんですけども、はいはいはい、やっぱ でもノコギリ山ってあれ巨南町、巨南と富津と半分半分ですね。富士山が山梨県と静岡県との半々みたいな感じ。でもそれもね、富津のものっていうのを富津はすごい出してくるんですよだからせっかくこ巨南ノコギリの字入ってるのに、まあはノコギリ山って言ったら富津ですよね。ね、浜金谷とかね。そうですね。ね、ロープウェイがね。ロープウェイね。ロープウェイはどっちなの？あれロープウェイが浜金谷なの。だから富津なんだ。そう。だからみんなのイメージでは富津じゃないですか。じゃあのこうなんか海沿いのこのトンネルをくぐる手前が、うん、そうあの元名とか、あ、そうですそうです。あれは巨南です。じゃあの、うん、ちょっと険しい入り口あたりは巨南。巨南。地方だけ残しやがったなんて、そう、本当にそう。無料の入り口巨南なんですよ。無料の無料があるんですよ。そうなの。そう、有料道路があるじゃない。多分そこはみんな知ってるでしょ。知ってるんですよ。有料道路あったっけ。あるんです、有料もあるんです、うん、ある車の有料道路があって、うん、で無料の車の道路があって、うん、ロープウェイがあるんです。その無料側が巨南。登り方そんなにあったっけ。そうです、そうです。それが無料が巨南。そうです、有料にしちゃえばそういう問題じゃない、うん、ね、そんなに素敵な道じゃない、ね、素敵な道じゃないけど、こうハイカーとかにはちょっと、うん、大仏に行くには近いよね。あ、日本人のね。あ、そうです、そうです、はいはいはい、うん、はい、
そっか、それそっちの入り口が巨難口とか名前つけたよね。そうね、だ日本人って言われてもちょっとあんまりみんなピンとこないですね。まあね、あの日本一大きい座った大仏っていう、うん、そう、あれは見物ですけどね、うん、本当はね、実は、ね、うん、知らない人が多いんですけどね、うん、はい、そんな鋸山の南で生まれ育ったということでね、はい、まあね、巨難も田舎情緒漂う感じの、はい、とても、ほら巨難もほら海沿いとこの山の方と、まあ、俗に佐久間礁とかね、 そうですね、あっちの方とこっちの穂田とかね、勝山とかあの辺違うじゃないですか。どっちら辺なんですか。私は海の方です。海の方で全く海です。確かにね、旧姓を見るとね、海ですよね。そうですね。そう、あれ、そうです。旧姓見ると海ですよね。そうそう、はい、だから、うん、まあ、あの読み方もまあ僕なぜかまあ知ってるんですけどね。ああ、そうなんです。知ってるんです。そう、剣道やってた時に あれでそう呼ばせる人がいたから、だから知ってるんですけどね、うんうんうん、あ、そうなんだ、はい、詳しくはウェブでね、フェイスブックです。はい、そんな田舎育ちなんですけど、はい、じゃやっぱ海の方だからあれですか、海辺でこうワイワイさ、あのジャブジャブドバーンみたいな、うん、今はね、子供がいるから、ん、子供を今だからこそ、今はです、うんうん、もう割とインドア派です。残念だから。すいません、逆にインドアって何やんの。いやだから何やるんだろうね。ほら別にあの DS とかがある時代じゃないじゃないですか。あ、子供の頃の話ですか。そう、子供の頃。あ、子供の頃の話、まあ、子供の頃は外で遊んでましたけど、逆に中で何遊ぶんだって話なんですけど。そうですよね、うん、外だとやっぱあれですか、やっぱ飛び込んじゃうんですか。あ、飛び込んじゃってた。それはでしょ、あの港の堤防から飛び込む、飛び込んじゃってましたね。あのなんつうの、それで飛び込めないやつは弱虫みたいなね。うん、でもそれね、大学生になってもやってたよ。何、もう儀式だね。そうそうそう、でこうなんか友達かなんか連れてきて、おい、これ飛び込めるよみたいな。そうだね、で自慢しちゃう感じ。東京生まれ東京育ちの友達を連れてきてちょっとやれるみたいな感じでやっちゃうっていうのね、やってましたね。すごいですね、もう絵に描いたような。そうだね、海辺の育ち自慢。そうだね、そう言われてみればそうですね、はい、うん、じゃああれですかね、やっぱりそれだけ活発ということはね、うん、まあ、中学高校とかやっぱりあれですか、うん、あの部活は、うん、中学はバスケ部です。バスケ部っぽい。本当にそうかもね。でもすごい弱小バスケ部ですよ。弱小、もう3年間一度も試合に勝ったことがないっていう。かわいそう。マジか。え、何、勝ったことがない。ない。それ公式戦でしょ。公式戦も練習試合も全部。いや、それなんかごめんなさいね、あの人格曲がらん、歪まないですから大丈夫です。でもすごい楽しくて部活が。あ、でも何、負けは負けでこう楽しむ感じなの。なんか試合に行くといろんなとこ行けたりするじゃないですか、はいはいはい、そういうのも楽しかったし、練習に行って体育館で遊ぶっていうのが楽しかったから。体育館で遊ぶ。そう、だからサボって帰ったりはしないんだけど、はい、体育館でみんなで遊んで帰るっていうのか。のどかだね、のどかだ、巨難はのどかだ。巨難のどかですよ、本当。体育館だって山の上にあの頃中学が あったんですよ。ありましたね。そう、ありました。15分かけて歩いて。ありました。あれね、あれ大変ですよね。大変だった。入り口ね。そう、あれチャリは絶対立ちこぎですかね。チャリは無理だしね。あ、無理。うん、上までチャリは、まあ、行っちゃいけないのもあったんだけど、チャリでは登れない。無理、無理。あ、じゃあまあそれは鍛えられますよね。そう、はい、そう。で、高校の時は、高校は演劇部です。え、マジか。そうです、演劇部。そうです。どこの演劇部。私学館。きたー、上流階級。きた。全然だし、ただ上田だけです、ね、あ、そうか、近い。私学館の、そう、そんなに遠くない。巨南からは木更津も館山もそんなでもないので、はいはいはい。演劇、じゃあ、演劇の当然演じる方ですよね。まあそうですね、うん、演劇部ってあれですか、みんな演じる方なんですか、それともなんかこう大道具的なのとか。まあ人数がいる高校の部活は、うん、はい、
大道具もいるし、照明さんもいるしだけど、はい、うちはそんないなかったので、照明もいるの、まあまあいるところもあります、本当すごいところはね、はい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 、でもうちはもうみんなが役者もやるし、大道具もやるし、はあ、すごい。それは今どうなってるんですか、演劇は やってないんですか。でも私はずっとやってたんです、あのやってた、実は密かに、密かっていうか、まあ外国もやってましたし、でその後もずっとやってたんです。すごいじゃないですか。 それで道を踏み外したの、そう踏み外したんだ、踏み外しましたね、それで。通りでさ、さっきから調整してますけど、はい、通りで声通りますよ、ね、そうだよね、大きいよね、うるさいですか。いや違う、マイクから正面で喋れって言ってるのに、うん、横で喋ってるからすっげえ、すっげえ通るから、すいませんすいません、さすが演劇部、演劇部は気をつけよう、はい、さあそんなね、大学まで演劇部やってるという話なんですけども、じゃあまあ高校卒業して、まあ、大学へ進学し、その後はいきなりこう U ターンってわけじゃなくて、なんかやっぱり OL かなんか、いやだから、え、演劇をやってたんです。本腰だ、本腰だ、本腰、本腰じゃない、だって、メインが演劇で、そうです、そうです、アルバイトはアルバイトだと、そうです、そっちで稼いでるわけじゃなくて、本当はメインは演劇だ、稼いでるのはそのアルバイトですよ、生活は、うん、生活よくいる、まあ、フリーターってやつですね、あ、フリーターね、で演劇をが、だから目指してたんです。あ、意外といるもんですね、この、この、うん、この世界じゃねえや、いますよ、この南房総、はい、いる、演劇、いると思う、まあ、まんざらの須藤健太くんが言う、阿波全体がで、なんか、劇団員みたいな、うんうんうん、ありじゃねえのっていう気がしてきましたけどもね、うん、はい、そんな演劇、のお話の後は、私とね、ひろこさんがつながった、まあ、きっかけですね、その辺をお伺いしていきたいと思います。はい、この番組は NPO 法人南房総 IT 推進協会がお送りしております。はい、今日は、子育てと犬とカメラな、南房総阿波郡鋸南町出身のひろこさんをお招きしているぜ。はい、次はですね、キーワード、まあ、ワンちゃんね、名前は何という、わらじです。あの、これあれですかね、字は地に点々です。あ、そうです、地に点々、正確にはですね、あのほらメッセンジャーでこれいろいろね、やり取りするときに僕も途中から、んこれは地に点々が正しいのか、そうです、そうです、ふざけてるのか、地だろうなと、正式名称は地に点々、点々これな、なんで、あ、まあ別にそこはそんなにこだわりないんだけどこだわってないけど、地に点々、まあそうですね、わらじ、はい、これなんでわらじなんですかね、これなんでってすごい言われて、ですよね、言われますよね、非難されることもすごいあったんですよ、なんかあの高齢の方とかうちの親とかには、あ、もうそんな名前つけてかわいそうにとか、すごい履物だもんねこれね、そう、しかも女の子なのね、うち、あらまなのにわらじってって言われたんですけど、でも本当に単純に可愛いなと思ったんですよね、わらじって名前が。あ、それはじゃあ何、インスピレーションがわらじなんだ、うん、そうそうそう、わらじって可愛い、あ、でもそうです、あれですよ、似てたんですよ、あの、小さい時は、まあ、あんな長くなかったんですよね、そうですね、ちなみに、すみません、犬種は何ですか、ダックスフンド、ダックスフンドですね、うん、が、わらじぽか、なんかわらじって思った、小さくて、小さくて茶色いっていうのが、うん、あ、わらじじゃないと思って、まあわらじって可愛いんじゃないみたいな、ちょっとわか、まあね、もう12歳ですから分かった。確かにね、もうそういうお名前なんだっていう認識しかないので、あの、まあ、可愛いのを前提で聞いてるんでいいのかなと思うんですけど、まあ、そういう実はインスピレーションだったという、ね、そうですね、はい、そんなわらじ、これ飼うことになったのは何かきっかけあるんですか。きっかけ、犬を飼っ、あ、結婚したら犬を飼えるよっていうことで何その特典付きみたいな、なんか
犬を結婚しない前に犬飼っちゃうと、もしね別れちゃったら困るじゃないですか。でも結婚したら犬も飼えるし、じゃあちょっと結婚するかみたいな感じになって結婚したんですよ。ちょっと待って、待ってください、順番を追ってあの考えますけど、結婚お付き合いしてる時に、うんうんうん、犬を飼うと、うんうん、追いないっていう。そうですね。で犬を飼えば、うん、結婚、しなくてはならないって言い方がいいか分かりませんけど、結婚するしかないでしょっていうことじゃない、うん、というか結婚しちゃえば犬が飼えるから、まあ結婚しちゃおっかみたいな。犬が飼いたいから結婚しちゃっていうこと。うん、そう、半分ぐらいは。ま、そ、まあもちろんで好きだったのもあるけど、なんだろう、あのそういう、うん、まあそういうね、そういういきさつで犬を、まあ結婚して犬を飼った。そうですね。まあそういうプロセスなんでしょうけど。まあ今12歳になりますね今度、うん、だから11か。じゃあ飼い始めの時はまだ生まれて。そうです、そうです、うん、その時あれですか、こうだんだんもう、あ、それはもうこっちに帰ってきてからの、うん、違います、まだまだその時は、埼玉に、東京にいて、うん、埼玉にこうし、あのペットが飼えるマンションを探して、はいはいはい、です。そう、うん、で、わらじ。わらじ。埼玉ね。埼玉ね。で、あれですかね、やっぱこう、誰、面倒はどっちが見るの？まあ、大体、二人で。そうですね。うん。ほら、仕事に行ったりとか、いないときって、どうするんですか、そういうとき。でも、まあ、犬はお留守番できるから。あ、できる。うんうん、あ、お留守番できる生物なんですね。うん、そうです、そうです。あ、じゃあ。そうだね、うん、そう、そうね、できるでしょ。できます、うん、できます。あ、そういえばできます、うん、できます、はい、で、毎日こうほら、餌をやり、あ、散歩をし、ね、みたいな、うんうん、餌ってみんなどうなんですかね。餌ってやっぱ2回とか、うちはちょっと今は3回おっとですけど、分けてますよ、ちょっとずつ、ね、犬ってあれじゃないですか、出されたもん全部食うじゃないですか。食べるね。あれ油断するとどん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 こう、なんか巨大化していくじゃないですか。でも年なんだろうけど、ちょっとずつ食べるようになっちゃう。いや、食べるんだけど、あの栄養を吸収するのが多分減ったのか、なんか痩せちゃって最近、はあ、でちょっと心配で検査とかもしたんだけど、うん、まあ平気だったんですけど、うん、多分もう年だから、うん、だからね、3回あげないと、あ、3回あげないとね、空腹の時間が長いと吐いちゃうんですよ。なんかね、胃腸がやっぱり弱ってくるんですよね、動物も。あ、まあ、ね、動物だから。12、人間でいうと12歳はいくつになるのかな、結構いってますよね。もう50過ぎて、もう全然もっと上手じゃないかな。もっといってんの、なんか 4× イメージあるんだけど。ああ、そうか、うん、うん、でも結構いってますね。まあ結構いってるね。で、まあお散歩、あれですね、やっぱ巨南とかだとあれですか、お散歩っつうと、うん、やっぱまあ当然海が近いっていうのは、やっぱ海、うん、夏はね、海でジャブジャブ泳いでます。ジャブジャブね、泳いじゃう、ね、うん、浮くからね。そうそう、結構こうね、犬かきね、犬かきね、犬だからね、犬だからね、うん、猫だからって猫かきっていうのが、ね、言わないよね。猫ってそうだな、猫ってあんま泳いでるイメージない、ないな。猫は水嫌いだよね、多分。まあ自分から行かないでしょうね。うん、犬もたまにこう最初はこうなんか、あ、最初はビビりますよね、勘弁してくださいみたいな感じです。そんな散歩、はい、もう毎日のお仕事だと思うんですけども、はい、このまあ12年間、まあ、これからも続くんですけども、こうなんか育てている中でなんかエピソード的な、こうなんか、わらじの、わらじの、うん、もうわらじが可愛すぎて私たち脱サラしてカフェをやったんですよ。犬脱サラだけじゃないけど、脱サラだよ、犬のために脱サラ、うん、ドッグカフェをやったんですよ。やったやったの。それで、そう、それをやりの、それをやった後に帰ってきたんですよ、こっち。あ、埼玉でやったんだ。埼玉、そんな、やったら横浜。横浜、お？横浜でやったの？そう。ドッグカフェ。ドッグカフェ。うん。でも、なんかそれは本当に、その3年間は、もうわらじとの生活が濃すぎちゃって。そうですね、仕事中もいますから、ね。ずっと、本当看板犬だったので。あ、全然、他の犬はダメな看板犬で、うんうん、他の犬をどかして、お客さんの膝の上にくつろぐっていう看板犬だったので、うん、ほんとひどい看板犬だったんですけど、ひどいっていうのはどうかわかりませんけどね、うん、うん、いい子ですよ、はい、確かにそうです。このわらじさんの名前を使ったツイッターでね、
そうですね、いろいろわらじまるさんっていうね、うんうん、ハンドルネームがありましたけども、確かそうですね。それでツイッター、私ね、帽子ワンダーランドだと思ったんですけど、最初ツイッターかなんかでね、うん、多分ね、じゃないですかね、巨難で、うん、そう、で、わらじの写真が結構、うん、そうですね、あの時本当にそうでしたよね。すっごい犬の写真撮る人だなってずっと思ってたんで、そうかも。で、今はほら、お子さんの写真をバリバリ撮ってる感じじゃないですか、はい、なので、この後は、犬の次はキャメラの話をね、聞きたいと思いますけど、この番組は NPO 法人南房総 IT 推進協会がお送りしてます。はい、4月27日から、24時間オンエア中の南房総オンライン1週間ね、今週のゲストは、アマボーネットの、渡辺裕子さんをお招きしておりますが、はい、まあね、わらじと共に生きる裕子さんね、まあ、ネット上に、まあ、一時期、わらじの写真が蔓延してたかなと僕の中では検索すれば出てくるかなと思ったんですけど、最近ね、検索がなかなかわらじ巨難で出てこなかったんですけども、あ、どうですか、さすがにね。そうかもしれないですね、うん、まあでもね、写真が非常にお上手というか、とても、まあ、僕のこう撮り方としては僕すごく共感できる撮り方をされるので、よく見るんですけど、カメラに目覚めた、こう目覚めた、そういうカメラ、何でいつも撮ってるんですか。一眼ですけど、うん、でも本当に初心者用の、初心者用の、ほら、初心者用のって言うじゃないですか。じゃあ初心者用って どういうものが初心者用だと思いますか。ね、どういうものなんですか ね。でもあれです、サイズがね、違う、あ、まあ、サイズはそんなに鉄髪じゃなくて、割と操作性も簡単で、まあ、うん、そうなのかな、うん、まあ、あの、ピントを合わせるのが、まあ、僕は指が触れるからか分かりませんけども、あのね、こっちゅ難しいんですよね。その辺はあれですか、自分で合わせる感じ、手で、マニュアルで。マニュアルで、フォーカスはオートフォーカス使っちゃうことが多いけど、まあ、本当に合わない時だけです、マニュアル使うのは。フォーカス合わせるの。合わないとこだ、時にあえてフォー、あの、マニュアルでやると。合わない時っていうか、なんつったら分かんないけど、ここだけにピントすごい合わせたい時、はい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 、でも普段はもう全然オートフォーカスで撮ってます。撮ってる、うん、そう、その方がね、楽だと思うんですけど、うん、で、その写真、カメラ、最初これ買ったきっかけはやっぱりあれですか、わらじを撮りたいから、うん、そうです、そうです、そうですね、あそこにもカメラありますけど、で、そのわらじを撮り始めた時、やっぱ、わ、犬、動物を撮るときってなんかこう自分の中でこう撮るっていうありますか。まあ目線を合わせるっていうか低くなる。そうか、うん、そうか、低くなんないと、まあ、犬の目線になんないと、そう、やっぱ上からばっかりになっちゃうとあんまり可愛くないですよね。ね、話に夢中になりすぎてカメラを置きっぱなしにしていたんで全然撮ってませんけど、あ、やっぱ自分のっていうか、あの、自分の目線ではなくて被写体、まあ、犬だったら犬、猫だったら猫、お子様だったらお子様のこう目線にすると、うん、こうやっぱりあれですか、まあ、いろんなアングルを撮るっていうのがいいと思います、うん、あと動くじゃないですか。動きますよね。動くときどうやって、なんかありますか、コツみたいな。コツか、どうなんですかね、皆さんどうされてるのかな、うん、私はまあ、連写で撮っちゃいますけど、はいはいはい、パチ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 っとね、うん、連写でね、1枚いいのがあるっていうのも、1枚当たるかなという、うん、あとやっぱり自分の犬、自分の子供ばっかり撮ってるから慣れますけどね、いっぱい撮れる、あ、な、あの、どういう動きをするとか、うん、そう、予測がつくじゃないですか、やっぱ予測つけるのが大事かもと思って、うん、じゃあ、被写体と一体になるというかね、こっちに動くっていうのを、うん、こっちに来いじゃなくてこっちに動くから、そうそうそう、こっちが合わせる感じなんですね、こっち合わせる、うん、まあ、カメラ選ぶとき、まあ、先ほどまあ初心者用なんですみたいな話をしてましたけども、撮った写真はどうします、うんうん、自分でこれなんかちょっと加工とかするんですか。
するけど、でもそんなに機械は苦手なのでとてもそんなにしないですよ、加工とかは。あの、うん、そういうフォトショップとかそういうのは使えませんからね。だからそういうのは、え、使ってないの？うん、使ってないの、全然使えないから。え、オリジナルなの、あれ？そう、ほとんど、あ、ちょっとトリミングしたりはしますけど。あ、全然触ってないの。うん、まあちょっと色の明るさを変えたりしますよ、でもそれぐらい。いや、じゃあ結構いい腕持ってんじゃないですか。そうですか。いや、なんか俺加工、まああとなんつうのかな、やっぱ空間をこう、この今のこの空間を撮ってる感じだから、こう空の色とか、景色だってこう撮る方向によって当然色も太陽のか、ね、当たり具合でも違うし、うじゃ割とじゃあ 天性的にこう自分のこう感覚的にね、うーん、狙ってないわけでしょって、自分でこう、あ、これが今いいかなっていう。それは狙ってるけど、うん、なんだろう、それでも変えるってことが、あの、でき、技術がないのでできないから、そう、撮るときに頑張るですよね、うん、それ以外は別になんかその機材が、いい機材を使ってるわけじゃないし、全然ですよね、欲しいですけどね、欲しいですね、うん、そうね、いい金額しますからね。そうなんですよね。そう、だからもう腕でカバーするしかね、腕っていうか愛です、うん、愛、愛でカバー、いいこと言った、被写体への愛ですね。そう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 、で本当そうです。あ、そうか、お子さんとる、あ、そう、僕もね、まあ僕自身は子供いないですけどね、弟のね、うん、子供とかね、うん、撮るときはこう愛を持って、そう、それで違いますもんね、うん、やっぱり違います。うん、こうレンズの向こうの人に、一つか、うん、ものに愛を、うんうん、そうそう、いい言葉ですね。ねえ自画自賛ですか。ね愛です。愛ですよ ね、そうです。あの、カメラでいい写真撮るコツは何ですか、うん、愛です。あ、そういえばあれですよね、カメラ講座やってましたよね。あ、そうですね。あれは誰向けですか。講座はあのやっぱママですよね、あのアーボーンでだったアーボーンで、あ の、 で、はいはいはい、あのカメラママみたいな、うんうん、お子さん自分の子供の写真を撮る用の講座です。おお、じゃあそうすると、まあ当然自分でこういろいろやってこられた中で、うんうん、その初心者用カメラで まあ、やってきたよっていう、うんうん、まあ、要は誰でも手に入れやすいカメラでいい写真を撮る、いいというかね、本当にそうですね、スマホでもいいですよっていう講座だったんですよ。でも結局一眼の人が多かったですけど、うんうん、でもそうするとやっぱり、まあ、当然今愛と言ってましたけど、うん、どの辺をこう教えていくんですか。まあ、当然使い方からはまあ教えることもあると思うんですけど、でもね、使い方って女の人はね、あんまりこうね、難しいとこあるんですよね。あ、スペックはね、うん、なんか ね、うん、ねこのボタンがっていうのをやると割と飽きちゃうんですよね。だからそれよりは構図とか光とか、うん、そういうことから入ると楽しくなって勉強する。あ、構図ね、わかります。構図、ただ真ん中に人がいてみたいな、ちょっとつまんねえなっていうのはあれじゃないですか。あとかあの角度も縦、下から撮るのか、ちょっと上から撮るのかとか、 それで違うっていうの、それって別にスマホでも何でもじゃないですか。変わんない変わんない。だからそれから入って、あ、そういう風にやると写真が変わるんだなっていうのがちょっと思うと、まずそれを知ること、そうそう、っていう講座でした。だから本当にあの本当に超初心者用、私がそんなに上手じゃないから、うん、それしかできないというのもあったんですけど。じゃあ、うん、場所はどこで。それあの三好の交流館で、それは。あ、俗に、あ、ボタン違うな、こっちだ。三尾館ね。あ、そうです、三尾館。三尾館すごい好きなので。三尾館の、まあ、外で。それは体育館でやって、外でも撮るっていうのですね。はいはい、講座は体育館。大体、そうですね。そういう時の写真ってやっぱ、屋外の。そう、屋外の方が、まあ、いい、まあ、子供もね、いい表情をするし、そうなんですよね。光の当たり具合もいろいろ面白いから。そう、まあ、楽しいですよね。うん、で、三好の交流館で、まあ、お子さんも一緒に当然、そうそう、あ、うちはまあちょっと置いてきたけど、まあ、みんな、まあ、被写体がいないと、そうそう、子供をうん、まあ、みんな撮るって、ただね、使い方を教わっておられたらね、それじゃ面白くないから、はい、まあ、子供を遊ばせて るときにこう、そうです、シャッターチャンス狙えみたいな、そうです、そうです、そうです、はい、だからすごい楽しそうでしたよ。何時間ぐらいやったんですか。それはでも何時間だったかな、1時間半
2時間はやんなかったかな。まあ集中力だね。そうで、子供がやっぱり子供向けの講座って子供が飽きちゃうといけないので、お腹減っちゃったりする前に終わり。その講座、まあ、まだ今何回目？それはまだ1回ですけど。じゃあもう第2回、第3回やれたらね、いいですけどね、うん、まあ、同じ、まあその初級者コース、中級者コースじゃないけど、あ、まあでもそのレベル上げるよりかは、ソロができる人を増やした方が楽しいよね。楽しいのかもしれませんね。うん、そうですね、うんうん、はい、そんな、はい、ね、カメラ講座もやっちゃったというね、ひろこさんですけど、まあこの後その、まあ、代表、共同代表、まあ、やってらっしゃるというアーボンネットのねお話を聞きたいと思うんですけど、ちょっとここで南房総にゆかりのあるアーティストの曲で、一息入れます。南房総オンライン、はい、鴨川自然王国の反応班、アーティスト八重さんの名も知らぬ花のようにです。どうぞ。風に咲く花びらの名前を知らない、名も知らぬ花のように人は生まれ、
はい、ということでね、八重さんも名もし、八重さんの名も知らぬ花のようにですよ。なんかあれですか、八重さんってなんか交流が、交流とか、そうなんですね。一応アーボーンのメンバーとしていただいてるんですけれども。そうなんですか。そうなんです、そうなんです。初期メンバーですよね、多分。初期って5周年だからもう最初の頃からの。あ、そっか、八重さんもそうね、お子さん。そうです、そうです。3人、あれ3人、うん、今一番ちっちゃい子はだってうちのよりちっちゃい、2歳とかそのぐらいじゃないですかね。そういうのもあって、アワーボーン活動にも賛同していただいて。そうですね、はい、はい、じゃあ、そっか、これ全然僕これ意識しないで、はい、これを選んでおいたんです。ねえ、イメージですと、アワーボーンネットの話をする前の曲だから、うん、何しようかなと思ってこれにしたんです。ああ、すごいね、なんか宇宙が。ねえ、やっぱり宇宙かね。そんな宇宙、宇宙がね漂っている、シェアスペースアランドエからお送りしておりますけどね、はい。さあ、その、右手にカメラ、左手にわらじ、なん違うな、左手にわらじってよくわかんない。まあ、今日のねメインはアワーボーンネットの話を、聞きたいということで、はい、お願いします。まあ、先ほど言いました、今年で何年目ですか。今年で5周年になります。5年経ちますか。そうなんですよね。そう、確かそうですね。アワーマップ、あ、そうです、マップからは4年なんですけど、うん、その前の前身の生まれるっていう映画から5周年になるんですよ。そこから数えて5年、はい、そうなんですね。でマップで4年前、マップから、はい、4年ですね。そう、マップの時にね、はい、久坂さんにね、そうですよね、はい、出ていただいたりとか、うんうんうん、お話を聞きましたけれども、はい、まあ、そもそもあれですか、まあ、簡単でいいんですけども、はい、アーボーンネットさんの発足の、まあ、経緯とか。発足はその時私はまだこっち、多分こっちにもいなかったので、まだいいね、あれなんですけど、その生まれるっていう映画の、うんうん、を南房総で上映したいっていうので、うん、集ったんですよね、はいはいはい。でその上映した後にせっかくこうこのままじゃもったいないから、そのマップを作ろうっていうことになって、うん、みんなでマップを作り、でマップを作った後にネットをやっていこうってことになったんだそうです。そのネットね、アワボンネット。あ、そうです、そうです、ネットね、はい、ネットワーク、ネットワーク、はい。そして5年が経ったということですか。そうですね、結構いろいろあれですよね。人数今どのぐらい、まあ人数っていうのはメンバーの本当に活動できる現メンバーというのは10人ぐらいなんですけども、うん、その初期 の、はい、設立してくれたメンバーの方とか、うん、あとはそういう八重さんだとか、はい、そういう賛同してくれるメンバーの方だとか、うん、合わせるとどのぐらいなんですかね、2、3、10人とかですかね。でもその活動してるメンバーは十数人ですね、はい。あれなんですよね、ホームページを見たんですけど、はい、ほら、まあ、やっぱそのまあお子さん、まあ、いらっしゃるお母さんたちとかお父さん、まあ、ご家族ということなんですけど、ほら、バナーが、うんうん、もうことごとくこう産婦人科系のこと、あ、そうですよ ね、はい、ファミールさんとか清川さんとか、うわーっとあって、あ、結構いろんな方との関わりがねすごく広いんだろうなと思って、 それを、まあまあ、ホームページ、まあ、見ながらなんですけど、マメ、うん、ですよね、なんかね、まあ、ブログってまあ当然ね、まあ日記というふうに称されることありますけども、まめにこの更新が、いや、一人でやっているんではなくて、まあみんなでやっているっていうところも含めると、それで頻度っていうのは、あと写真、あ、そうですね、写真はひろこさん撮ってるんですか。私の記事のものはってことですね、うん、それ以外はまあ皆さんが撮って、他のスタッフが撮って、写真がねやっぱねいいですよね。で、ホームページ見ますとなんかねリンク先があったんですよね。なんだっけ、青写真さん、あー、おすすめですよ青写真さん。だからね、あそこすすの見進めて いけば行こうと、いいじゃんこれ、そう、本当に皆さんにおすすめしたいカメラマンさんなんだけど、最初のところひろこさんが青写真さ ん、いやいやいや、もうそんな、もう
それ多いよだからおやべえ人呼んじゃったなと思っていやいやいや、うん、だからあれなんかあの青写真さんもやっぱりその活動にこう青写真さんは、アワボーンのカメ写真を年に1回撮ってもらってるんです。あて、うんうん、子供たちの、はい、あと写真ですね、はい、撮ってもらってるので、うん、そういう関係で賛同してくれてるって形なんですけど、うんはい、その、ね、ホームページの豆さんに僕はちょっと驚きまして、まあ、そこにあの、ね、マップ、はい、そうですね、あのマップは、何が書いてあのお子様連れでも安心していけるみたいな。そうですね、おすすめ情報場所とかですよね、はい、子連れで遊びに行ける場所っていうことですね、はい、そう、あそんな時期があったの。僕もねそのマップをねやろうかなっていうか、まあ、僕自身は子供いませんけど、だからお子さん連れでも今日もそうだったんですよ、うん、今日もあのミキティたちと一緒に飯食ったんですけど、うんうん、であの田中真由さんがちっちゃいまだ1歳になってのお子さんがいて、うんうん、お子さん、まあ、最初はねお座敷のあるあのお店、あ、まあ、美味しかったって言うんですけど、うん、味のクラフタゴさんっていうね、うん、あの立山駅西口のお店に行って、そこはあの座敷があったの で、 あそうなんですか、お子さん大丈夫だった、なんかちょっとケーキ食べたいよねって言った時に、あどこみたいな、ケーキが食べれて、うん、まあベイビーアイラビューみたいなところ、うん、どこかなってちょっとねなかなか難しいよね。難しかったんですよ。それで、まあ、私もね見たそのアーボンさんの、あのネットを見たんだけど、あちょっとね身近になかったので、収録までの間に戻ってくれるような場所がなかったから。あそうだね。あだやっぱり、ね、そういうの、ね、はい、需要はあるんだよね。ありますよね。本当にありますよ、うん。やっぱりそういう場所がないから、はい、遠くまで行ったりしますもんね。そうみんな、はい、うん。だからそういうのが一目でね。わかるような、まあ、あのマップだったり、うん、あと遊び場、ああそう遊び場ね、うん、遊び場も結構幅広く、そうですね、外房エリア内房エリア立山みたいな、そうそう、うん、書いてあって、はい、すっげえマイナーなのも書いてあったんですよ。あのうちの地元の和田のね、あ白須賀児童公園とか、ね、あそうね、超マニアックみたいな、よく拾ったそれっていう、あれ落ちた時はだけどみんなすごかったみたいですよ。いろいろこう何、うん、自分で取材にというか見つけに行って、はい、あまあね、そんな皆さんのママたちのね、はい、力でいろいろ活動されているということなんですけどね、5周年記念イベント、はい、ね、やると。そうなんですよ。なんかすげえとこでやるらしいですよ。そうなんです。それこそ私の地元の京南のニュースポットは保田小学校でやるんですけれども、私の出身ではないんですよね。保田小出身じゃないんですよね。ちょっとね残念ながら、ね、まあ、山の上の中学校って聞いた時には保田小出身じゃないんですよ。そうなんですよね、はい、で、その保田小、はい、まあ、保田小学校の、まあ、跡地が全然あ全部壊したわけじゃないんで ね、 そ, うですね、それを生かして、うん、あのできた道の駅ということで、うん、そちらで、記念イベント、はい、何月何日、6月19日の日曜日になります。6月19日の日曜日に、はい、まあ、どんなあのですね、子育ての座談会と午前中の前半子育て座談会をやりまして、うん、はい、この南房総で活躍する先生方というか、あの助産院のねむねむの先生と、はい、あと森の幼稚園の先生ととか呼んで座談会をするっていうのを午前中にやるんです。楽しそう楽しそう、もう本当にね、うん、楽しいし、うん、とても勉強になる、うん、あの子育て中のママパパには、はいはいはい、日曜日なので、ま、パパにも来てもらえたらなと思うんですけど、パパ大事だよ、イクメン大事だよ、はい、はい、でですね、後半午後からはあのトゥルーカラーズという、あ来たはいトゥルーカラーズ、もうこの辺の本当にミュージカルをね、うん、支えてくれてるトゥルーカラーズさんの、はい、あのが来ていただいて、うん、本当に幼児向けのちょっとしたワークショップみたいなのをやっていただいて、うん、ミュージカルね、そうミュージカルのね、うん、やって、うん、あと八重 さっきのお八重さん来る、八重さんの、そうなんですよ、すげえ八重さん、だからもうさっき流れてすごいびっくりしたんですけど、狙ってないんでね、ねえ、な知ってんのかな、そんなにちょっと調べられちゃったかなぐらいな感じだったんですけど、実は今回あまり調べきれてないです全部宇宙です、はい、そんな
イベント、はい、道の駅保田省で、6月19日日曜日にやるということで、はい、まあ、詳しくはアワベビキッズのホームページに載っているはず、はい、そうなんですけど、はい、その前振りじゃないけども、前振りの振りなのか分かりませんけども、はい、ママ振りマ&絵本交換会があると。そうですね、はい、これはいつですか。これは5月31日の火曜日になります。火曜日、はい、そう平日なんですよ。まあね、その、まあ、そういう子育て中の、そうなんですよ、ね、方はそのぐらいが実は動きやすかったりするんですよ。土日だと意外とそういうのは来づらいっていうのもあるので、ちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんが幼稚園とか行ってる間にささっと来れたらいいかなと思ってるんですけど。そうです、うん、時間帯もね10時から14時、はい、火曜日、はい、どこで。三好交流館で。三好館大活躍でもアワボーン大好き三好館なので、あそこいいですよね、うん、なんかそういうちっちゃい子がいてもね、そうもう広大な校庭っていうか、もともと小学校だから。あそうなんだ。そう、もともと武田小学校っていう小学校だった。だから体育館があって、あの古い方は校舎だった、うんうんうん、あそうなんだ。だからなんかすごい居心地がいいんだ、うん、小学校で公民館になって、うんうんうん、まあ、それをこう廃止するっていう時、いやちょっと待ったみたいなので、三好の地域づくり協議会の人がじゃあ管理しますって始めたのが三好館。だからあの広大なね、まあ、駐車場で使うにはちょっともったいないぐらいの広さ、ね、で裏庭みたいになってるじゃないですか、はい、すね、そこがすごい子供が遊ぶにはいいの で、うん、で調理室もあるしね。そうなんですよ、はい、そこでママフリマ、まあ、ママフリマっていう、まあ、当然ママのフリーマーケットなんでしょうけど。そうですね。どういうものがこうあれですかね。そしてやっぱり子供服とか、うん、あとはおもちゃとか雑貨とか、うん、ママの服とか、うん、そういうママの服、うん、まあ、マタニティとかもそうですし、うん、そうですよね、まあ時期がねそんな長い時間、うん、着るものでもないしないから、うん、まあ全然何でもいいんですけど、あの食品以外だったら何でもいいんですけど、まあ基本的に出るのはそういう子供メインのものになると思いますね、うん、そう、うん、それを記事を見て、うん、これは僕たちの業界もそれは大事だなと、うんうん、要はあの、まあ、家作りをする、うん、世代って、まあ、大体そのぐらいの世代なんで、うん、あ、そうですね、その子供服のフリーマーケットだったり、おもちゃとか DVD、うん、あもうだってアンパンマン見る時期こんぐらいだろみたいな、小学校高学年だったら絶対見ねえだろみたいなあると思うんですけど、それをね、うん、逆にうちはね、うちっていうかすいません、早川建設としてはそういうお子さんが遊べる場所はあるんだけど、うん、遊ぶものがなくて、あじゃあぜひあのおもちゃ買い取り下取りしますみたいなとか、あとまあ交換会をまあやって、下取り余ったらつうかあのいただいたりとかね、うんうん、買い取りをしたりとか、うん、そういうのね、まあ、やってみたいなって、うん、まだ企画してませんよ、うん、これから専務に企画書を出すんですけど、うん、なんかねそういうのいいなと、うん、いいと思う。そこでこうなんかねいろんなご縁が広がったら面白いなと、うん、あと絵本もそうですよね、はい、そうね、いろんな絵本があって、うん、みんな持ってるのが違ったりするとね、そう交換すると面白い。そうやっぱで時期がありますからね、うん、絵本もね、はい、うん、ねだんだんそうですね、2歳3歳の時の絵本と、ね、うん、5歳6歳の絵本、そう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 、うん、でやっぱり大事にしてたものは捨てられないから、そうですよね、だからでも誰かが読んでくれるならまあ嬉しいなっていうのあるじゃないですか、うん、だからそういうちょっと、うん、場にしたいなと思って、はい、うん、そうですね、はい、ママフリマ&絵本交換会は5月31日に、はい、三好交流館10時から14時、はい、ぜひぜひ遊びにいらしていただき、楽しそう、ねね、あと今フリマの、ね、出店も募集してるんですよ。まだ半分ぐらいちょっともう埋まっちゃってるんですけど、うん、今募集中なので、出店どういう出店ですか。あのフリマに出す方ですね、ママたちの、うん、ああフリーあそっちの、子供服だったりとか子供服とかを持ってきて、うん、あの売る出店者さんも募集してるんですよ、うん、なので、まあ、ブログの方を見ていただければ詳細わかるんですけど、うん、あのメールでいただければ、はいはい、よろしくお願いします、はい、出店者募集中ということですね、詳しくはアワベビーキッズのホームページ、アワベビーキッズで検索してください。アワはひらがなです。はい、まあ、あとですね、やっぱり5年やってますと、はい、定着してきた、はい、イベントなの、あはいはいはい、まあ運動会とか、そうですね、
運動会今まで何回やった？ 3 回ぐらいやった。3回ですね。あれ何人ぐらい、あれ運動会、あれ巨南のほら、サッカーフィールド、サッカーフィールド、サンセットブリーズの隣にある。あ、そうですそうです。どんな競技するんですか？なんか競技、かけっことか、やっぱかけっこなん。去年は新しい種目として障害物競争をやったんですけど、だってまだちっちゃい子でしょ。そう、でもすごい盛り上がったの。あの平均台とかを直に置いちゃって、その上をバランスで歩いたりとか、はい、あと網をこうくぐったりとか、はいはい、すごい。できんの？いや、結構みんな本気でやるの。練習するのかな。まあ、できない子はお母さんと一緒なんだけど、でも3歳、うちは3歳なんですけど、あ、その時まだ2歳半か。すごいやったよ。すごい、子供ってすごいな。すごいね。で、結構な人数が、まだお父さんお母さん、そうですね、100組ぐらい。そんな来んの？そうなんですよ。100組、商品とかどうするんですか？商品、あ、景品とかも差し上げて、メダルと景品、うん、景品ですね。あ、そうですか。ちょっとした。あ、まあね、いや、100人ね、それはい、だって、あの、日高さんに、それを僕、PR しようかなと思っていた、あれ、2年目かな、に、あ、もういっぱいなんですね、いっぱいみたいな。そうなの。そう、すげえ人気があるから、あの、あ、じゃあ僕、すみません、PR しませんみたいな、そう言わずに、なんかやってるのぐらい言ってくれと。いうことだったので、はい、運動会、はい、他には何かですか、こう、季節の季節の、お料理教室とかは、季節の、やったのはお月見団子の季節に、お月見団子の量とか団子作る、そうそう、子供が団子を作るのとか、はい、あと太巻きあるじゃないですか、この辺の郷土料理で、あの絵が出るやつ、はいはいはい、祭り寿司とかはやりました、うん、それは本当ママ向けで、うんうん、でお子さんは託児しますよっていう形の講座でやったりとか、そういうのも。託児は誰がやった？託児はメンバーがやって、はい、あ、いいですね。すごい好評でしたよ、はい、やっぱり。まあそんないろんな定期的なイベントもだんだん定着して、今度ちょっとだけ言ってもいいですか？もういっぱい言ってママフリマの時に、あの手仕事カフェってのもやるんですよ。あー、なんか聞いたことあるけどやったことないみたいな感じですね。そう、いつか誰かやるだろうと思ったらやりますか？そう、ハンドメイド好きな人が集まってもらって、うん、みんなでチクチクやるっていうのですね。チクチクね、そう、素敵でしょ。先週もチクチクな人来た、ね、あー、そうユミさん、そうユミさん、アボンのそのそれこそ託児とかに来てくれたことあるんです。すげーか、もう肝ったまバーバーですからね。そう、とっても素敵な方じゃないですか。チクチクが2週間続くと思いますま、私自身は本当不器用なので、チクチクはできないですけど、でもそう、ユミさんとかに憧れてるのね、うん、そう、あれできる人、俺ちょっと俺神だと思ってるから。そう、自分ができないことなんで、ね、だから、まあ、手仕事カフェ、そうなんだから、そういう好きな、ちっちゃい子がいると家でなかなかできないから、みんなでやろうっていう企画。あ、できないんだ。なんか邪魔されたりするじゃないですか、やっぱり。そうね、いろいろ興味を持ってね、で危ないから、ね、家で好きな人できないから、うん、そうやってみんなでやりましょうっていう初試みなので、そういうの好きな方ぜひ、予約もいらないし、お金も、無料なので。おただ材料とか用意してないので、自分の好きなもの持ってきていただいてやるって形ですね。じゃあそれもホームページの方に、そうですね、見ていただければわかります。5月31日は盛りだくさん、はい、ね、なんだ、ママフリマ&絵本交換会なんですけどね、はい、さあ最後になりますけどね、何にしようかな、ひろこさんにとって、はい、アワボーンネットとは一言で何でしょう。やっぱ出会いの場でしたかね。すごい普通ですよ、やっぱり。いや、いいんですよ、思いついたことを言えばいいんです。そうですよね、出会いやっぱつなげ、子供がいることでつながった方っていうのがいっぱいいたんですよね。それから生まれたいろんなね、そうですよね、いろんな宇宙があってね、宇宙が本当にね、はい、あ、さあそんなね、まあ、出会いということで、はい、いろんなつながりができたというね、はい、アワーボーンネット、5周年ということで、はい、皆さん今度ね、またアワーボーンネットさんの、まあ、メンバーさんと一緒に、お話しする機会も設けたいなと、はい、ぜひ思っていますので、
よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。おしゃべりはもうおしまい。はい、そろそろ別れの時間が近づいてきておりますね。どうでしたか、ひろこさん、1時間。はい、なんか熱が出そうな感じですね。なんかすごいこう、なんかあの、うん、なんか出てる感じです、うんうん、湯気が出てる感じです、ね、はい、湯気が出てるところで、来週の予告なんですが、来週はゴールデンウィークなんで生放送はしないと思います。思います、うん、しないです。でまた収録の旅に出かけたいなというふうに思っておりますので、詳しくは番組 Facebook ページで、チェックしてください。未来放送オンザラインパーソナリティのシナピーでした。高雪&ラッキーさんもね、まあいろんなところでイベントやってます。さあ、今週は番組エンディング曲おなじみの高木&ラッキーさん、さよならでお別れしたいと思います。未来放送のラインまた来週。 See you。 永遠を信じていた君の声はなぜ遠くなる、走り出した僕たちはやがて「さよなら」